中国河南省洛陽市ではこのほど河南省洛陽市の陳情ゼロ地域の受験生が全員合格点を下げるというニュースが流れ中国の SNS でネットユーザーから多くの批判を浴びました複数の中国メディアの報道によると河南省洛陽市援宿、芸品コミュニティ住民委員会が13日に発表した文書では迎賓コミュニティは陳情者ゼロコミュニティであるため当局の方針により 今年は戸籍が芸品コミュニティにある高校入試受験生は全員、第一希望の合格点を3点下がって、合格できると言います。このニュースは、中国のネット上で瞬く間に話題となり、ネットユーザーから批判するコメントが殺到しました。バカげている。このやり方は、連座と同じではないか。家族の誰か一人でも陳情に行けば、子供の将来に影響すると暗示するのと同じだ。 陰謙すぎる、陳情する勇気があるなら、あなたの子供を学校に行けなくしてやる、これは卑俗だろう。実は、このような陳情なしに対する、いわゆる報奨を行うのは、今回が初めてではありません。同省南陽市規律検査委員会の公式ウェーブを、政府内陽が2019年5月27日に発表した文章によると、 河南省赤泉県では、年度評価で陳情問題がなく、県レベル以上の陳情ゼロを達成した村は、その年の陳情ゼロ村と名付けられ、地元政府から名誉証書や勲章などのさまざまな表彰を受けることができ、さらには財政部からは、陳情ゼロ村の村委員会に奨励する特別資金が与えられることを明らかにしました。 記事によると、文章が発表した時点で、積任権は県内178の陳情ゼロ村を指定し、25万元の奨励金を出しているといいます。また、2018年の高校入試の受験生68人が、プラス5点の得点を受けました。